増えてきました。関西対決、今日が今シーズンの3戦目、オリックス2勝0敗で迎えています。ライトを転がっていく、一人ホームイン、もう一人ホームに向かってくる、ホームイン、オリックス2点を勝ち越し、今度は5番の糸井、2点タイムリーヒットを放ちました。3対1、今度はリード2点です。糸井がメッセンジャーからタイムリーヒットを放ちました。今日はタイムリー2本、3番のバルディリス、5番の糸井。いやー、さすが糸井ですね。まあそうですね、うまく打ってますね。打ちましたね。本来なら詰まるんですけどね、あそこ、はい、角度を変えてご紹介します。詰まりませんでした。本当にあの体をうまく使って回転をしたりするのがうまいですね。体の回転、腕の使い方、見事なバッティングを披露しました。メッセンジャーからタイムリーヒットを打って打点2をゲットという糸井が1塁、2塁にいでほ残っています。2アウトランナー1塁2塁。